な。はい、はい、というわけで皆さんこんにちは。ドリラン的な感じになってるけどね。あ、ドリランじゃないのね。ドリランじゃないよ。ドリランじゃない、はい、というわけで今日から東北ツアースタートでございます。はい、行きます、はい、まず今ね、八戸でソーセージの2人と合流したわけでございますけれども、ねえなんで撮ってんの。完全にハマってる写真でそうわけでございますけれども、いや、遠くのね、遠くの話をして、これドリラン的な流れじゃんね。完全ドリランじゃん、ね、はい、コンテストに出すんだ写真、うん、また後でね、はい、その話はね、はい、というわけでね、今日は八戸で合流して、これから海沿いを通って、はい、今日は陸前高田ジオン寺さんに行きます、はい、口の方から行くね、はい、ジオン宮ジオン寺さん3時から行くんです。違います。ね、ちょっとね、ゾリランじゃないからさ、もうちょっと真面目にやらん。あ、傾いた。いや、まあいいんだけどさ。そう、で、3時からのライブで皆さん来れますので、お近くの方いたらぜひぜひ来てみてください。はい。そして、あの、海沿いはこれからね、通って向かうわけでございますけれども、去年の、私は去年の夏かな？ 1 年ぶりじゃないですか。そうなんです。だから1年でどこまで変わってるかもちょっと見て、写真とか映像に撮ってまたね皆さんにお届けしたいと思います。はい、はい、でその後もまだまだねライブ続きますので、ぜひ皆さんスケジュールを見て、お近くの方、お都合がつく方はいらっしゃってください。はい、いらっしゃってください、はい、じゃあそうちゃんから一言。一言、おはよう。はい、ありがとう。はい、せいじくんから一言。おやすみなさい。朝です。はい、皆さんに会えるの楽しみにしてます。じゃあにー、バイナラって古いな、これ。バイナラ、バイナラ流行ったな。安住チカッツでおなじみですよ。